スナーとともに勝利をつかめ。勝利ですか。はい、じゃあリスナーとともに勝利をつかめ特別編、翔さんと城さんと3人で90秒一本勝負フリーフォール。はい、芋ったらいいですよ。芋っても好きに戦ってください。何にも文句言いませんから。なるほど、なるほど。アクティブ、どこアクティブ担当。あ、どこセカンドチャンス。え、どこにいんの。え、いた。早く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 。やああ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 あやばい。偵察、偵察機や。偵察機。なんで偵察機出んの。え、ハードライン。違うやろ、ハードラインとか。当たり前じゃないですか、そんな。あっと、よしよし。やばい、これは本当にやばい。タンク戦こんな弱いの、これ。ちょっと待って、違うじゃん、今右打ってたじゃん。いやー、来た。これ来たか。これはね。何何何ロケラ。ロケラ。もう時間がない。もう時間がないぞ。いた。いたいたいた。くっそ。くっそ。開けられん今回。あと20秒。やべ、画面の早くて。よし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 。あ、はい。いた。あ、いた。あっちか。え、どこ。くっそ。いやだだだだだだだ、どこ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 、クソ、フェルトすんじゃねえよ。ビリア、うわー、ジョーさん恥ずかしい。え、うわ、同じじゃないですか。でもいや、偵察機使ったら1位取れるでしょう。いやいやいや、偵察機使って1位取れないのはちょっと。偵察機あったら無双してたわ。おっ、言いますね。本当に、まあ、出さなかったけど。もう一回やろう、もう一回、面白いから。アピールタイムで、アナゴさんのアピールタイム、アピールタイムとかあるんですか。誰に対してのアピールなんですかね、それ。心に傷残すことしかできないですけど。もう一回、もう一回。これは YouTube に投稿しないで、ユーストに置いていく録画。どうしよう。これはもう一回やろう、もう一回勝とう。よし、偵察機出そう。怖すぎる、この二人が怖すぎる、本当に。あ、でも戦い方分かった、うん、戦い方分かった、戦い方分かった怖い。これあれだな、この辺からどっちをすれば、こうだな、どっから行けばいいの。そうだな、あ、いた、誰か、ここ誰、よいよいよよよよっよー誰だ、なに、ロケラ、ロケラが目の前に飛んできた。どこ、絶対まだ上、まだ上いるか。よーよーバカめがナンパーム来た、ナンパーム来た、ナンパーム来たんですけど。えよーっ、燃えた燃えた燃えた、ジャミングやばいやばい、どこ、あ、燃えた、嘘、家の中やん、まだ家の中いるんでしょ。家の中いるよ、家の中にいる。あ、くそ、交通事故、いや、入り口でミニ四駆待ち伏せて部屋入ってきた瞬間爆破させようと思ったよ。俺よ、ジョーさん行こう、行こう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 、あ、どこ、バカめが、バカめが、そんな同じ位置にいると思うてか。絶対勝った、絶対完全勝利。何これ、これが赤髪ちゃん作戦。ゼロです、9キル、ゼロです、ゼロです、9キル、ゼロキルって。
これが赤神ちゃん作戦。伝説きた。ちょっと興奮したわ。完全に作戦大成功だったね。あんまとハマった全部に。最初ロケラン2発やって、で、あれに引っかかったでしょ。入り口に引っ掛けておいた、クレイモアに引っかかって、これで3キルでしょ。で、部屋入ってきたジョーさんやっつけてナパーム、ナパーム出して2キルでしょ。で、これ6キル。で、なんかバカみたいに部屋に入ってきた2人を違う場所から後ろで撃って、やっつけて、で、その間に1人やっつけて9キル。ちょっとゆるすけ先生呼びたいな。いやー、これはちょっと待ってられない。これが白線。くそ。これ YouTube に投稿したくなってきちゃったなーこれ。もっとやりましょう。もっといいよいいよいいよ。ちょっと復讐劇を。復讐をやりますよこれ。すげえ。ゼロです。9キロはすげえ。ただこもってただけですけどね。悔しいな。ただのこもりだったから。悔しすぎる。じゃあ次はこもんないよ。次はこもりません。しかもあんな裏いると思わなかった最後。あのベランダに出てきたっていう。中入ったら翔さんが死ぬから、えっと思って後ろから撃たれるっていうね。いつもこの部屋の中からスタートっていうのが悪意感じるんだけども。うん、同じとこっすね。うん、BO さんがやってくれって、あの作戦みたいな。ここからまた打ってくるから返り討ちに。でもうこもんないって決めた。マジっすか。うん、おっ、人がいっときながらここから顔が引こう。あれ出てこない。投げてるし。あれいない。あれいないな。もうこもんない。あれよしよし、いましたか。やっぱりいましたか。くっそこれはもう勝った。あれどこ、はい、あくっそ。よし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 、あぶね。やばい、建物に入られる。あそこは入る入る、もう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 こもんないって決めた。ほらほら、違う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 、もうこもってない、こもってないもん。こもってない、こもってない、こもってない、動いてる動いてる。マジっすか。どこ、謎円幕。謎円幕、この近くの円幕に紛れた。バカめ、おっしゃ、円幕にかけ、落ちた。なんで、やったー、円幕に隠れるっていうね、作戦大成功。なんかラスベスだったけど。ご覧いただきましたか。2連勝。あれ成績発表だと翔さんが上だ。何これ。何、腑に落ちない。もう一回やる。やりましょう。し、何にも活躍できない。ジョーさんが先から勝っててないけどね。うん、次勝ちますよ。いいよ。これなんか MGO より楽しくなってきちゃったな。悔しいな。また部屋の中だもんだって。本当だ、本当だ。あ、トモさんゾーンから始まったんだ。あ、俺別の部屋だ。もうこもんない。あれ、行きましたね。でももうこもんない。敵兵の殺傷を許可する。速攻バトンあった。あそこにいる。とりあえず、ほら。あちゃ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 。ひーひーひー。あ、コントローラーバッテリー切れた。チャンス、チャンス、チャンス、チャンス。やれやれやれ、どこだ。よっしゃ、やったと。リスポンしろ、リスポンしろ。どこだ、次のリスポンは。ちょ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 。よし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 。やばい、もう50秒とかなってる。やばい。このまま逃げる、このまま逃げる。どこ、危ない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 。あ、そ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 。
ポイント。3、2、1トン見てたもの今。いやー、撃たれた。え、ジョーさんも伏せ打ち使うの？もちろん。謎煙幕どこだ、どこだ、もくもくもくしてるとこ、もくもくしてるとこ。消えなくそう、見破られた見破られていた。上だ。あー、もうやばい、行動パターンが読まれてる。完全に行動パターンが読まれている。まずい、ゼロキロで終わってしまう。これは、これはまずいか、最後に1キロはするか。勝てるかな、やばい、勝てるかな、勝て、勝ちたいな。痛い。よし、お2キル、ダブルキルか今。あー、女性1位くっそー。まあ、このうちの1キルは翔さんのバッテリー切れですけど、翔さん1キルしかできなかったんで。何が15周だよ、ちゃんちゃらおかしいよ。何コントローラーのバッテリーくらい始まる前に見とけって。どかないと。よし、もう一回やるぞ。もう一回やるな。だってこれでみんな一勝ずつでしょ。一勝ずつですね。そうですね。これでキングオブキングを決めますよ。おい、ラストの。いや、ここでキルキルやりたかったな。またここだもんな。決まってんのかな、ワンプレイヤーは、ホストはとかですかね。うん、多分翔さん家の中、家の中ですね。任務に集中せよ。絶対でここに、まずここからここ投げときは手がなさそう。どこだ。あ、いた。あ、逆に投げればよかった。うっそ。モツさん、それは黙っといてください。まずい、まずい。あ、この辺にいたような気がする。あ、いいね。え、本当にいない。あれ、なんか。おい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 。びっくりした。びっくりしたよ。うそ。いや、うそ。バカ。謎煙幕。もう時間がない。なんでここに煙幕が。あー、くっそ、武器構えの遅かった。おーす、ナイフか。あとワンキル、ワンキルでもあればここに見えてますよ。ダメか、ダメか、ダメだったか。今煙幕の端っこすぎて、あー、バレてたんですね。いやー、くそ。あー、全然ダメ。しかーガチやん、引くわ、ほんと。よいよいよいよ。ほら、伏せ打ちとか。伏せ打ちとか。もう、腰打ちだもの。うわ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 、ないわ、これ。よいよいよいよ。これはないわ、ほんとに。勝ったらこれだもん。深夜2時40分。さあ、ドラー行きますか。深夜2時40分で我々は疲れてるけども、これを見てる人が今128人ですか。ですね。130人いるからね。みんなも好きですね。COD 面白いですもんね。今面白いけどね。ここから野良戦でしょ、友さん。もう火がついた状態で野良に行くの。うん、いいよ、野良強いもんだって、ゴールデンウィークって。いやいや、この時間だったらそんなに。連勝かかってんのに、ま、もっとさ、完全に布陣固めていかないと。これは、いやいや、これは録画これできる。でもこれ面白かったね、これ YouTube に投稿できるレベルだったね。なかなか盛り上がった感じ。お疲れ様。